競売にかけられていた朝鮮総連中央本部の土地と建物について、東京地裁は、およそ45億円の高額で入札していた鹿児島県の宗教法人への売却を許可する決定をしました東京・千代田区の朝鮮総連中央本部は去年、競売にかけられることが決まり、鹿児島県の宗教法人、斎福寺が45億1900万円の最高額で入札しました。 東京地裁は再福寺に買い受ける資格があるかどうかなどを審査しましたが先ほど正式に売却を許可する決定をしました明日から1週間以内に朝鮮総連などから不服の申し立てがなければ売却許可が確定します再福寺側が期限までに代金を納付すれば総連本部の所有権が移転することになります